俺は次元大好きだ。今日は温泉の帰りにすき家でもテイクアウトしようかな。ガビョン。おお、こうだこうだ。ここは滋賀県長浜インターの近くにある長浜市山篠町のすき家だ。ちょっくらテイクアウトでもしようかな。おお、これがごまだれ豚丼か。よし、これにしよう。ルパンの分でも買ってやるか。まずは紅生姜を一つかみっと。こんなもんかな、取りすぎかな。もう一つかみっと。せっかくだから箸も持って帰る。からしも持って帰ろう。ここでは紅生姜は倍取れるが、吉野では一つしかくれないんだよな。なんでもあそこはケチなんだぜ。それではルパンアジトへ帰るか。ごまだれ豚丼一つ380円、安いじゃないか。さあってできたぜ。その前にビールでも引っ掛けるか。かー、うまいじゃないか。最高だ。ごまだれ豚丼にトッピングは納豆と卵にごぼうサラダを入れてみた。この濃厚な豚が、染みるぜ。味は確かに美味しい。グー。あとは味噌汁でもかじるが。最高だ。あとはビールを飲む。かあ、来てるね。それでは天地の恵みとごちそうさん、ありがとうございました。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。